ハヤトの野望チャンネルへようこそ。今日はですね、アカデミアスクールシミュレーターという学校を作って経営していくシミュレーションゲームをプレイしていこうと思います。以前にも1回プレイしたことあるんですが、今回ゲームが完成したということで、最高の学校を目指して作っていこうと思います。それでは早速プレイしていきましょう。はい、というわけでね、ゲームが始まりました。今はね、まだね、荷物を配達するエリアに5人の作業員がいるだけの状態になっています。こんな感じだね。はい、ちなみにね、完全な荒野のど真ん中に、学校を今からね、ゼロから作っていくことになります。こんなところに学校作ってね、通えるのかっていう疑問はあるんですが、まあ、それはまた別の話だね。で、最初にね、何をやっていくかなんだけど、このゲームなぜか一番最初にね、校長室を作らないといけないんだよね。なので、まずは校長室から作っていきます。教室も何にもないのにね、校長室から作るのもちょっと謎ではあるんだけど、まずはね、校長室を作っていきましょう。壁とドアと、それから、床にコンクリートを張って、最後に中に、テーブルとかのオブジェクトだね、これを配置することで部屋がね、校長室だっていう風に認識されます。というわけでどんどん建築が進んでいきます。いいぞ、頑張れ。はい、できたね。あとはここに校長先生を配置します。今回の校長先生はね、どうやら牧師さんのようです。一人当たりの先生が受け持てる生徒の数が上がる代わりに、生徒の非効率が上がるらしいです。なんで校長が牧師なのに非効率が上がるのか謎ですというわけでね、来年入学してくる生徒の数を設定しました。どうやらマックス60人入学してくるみたいだね。なので、60人用の教室を作っていこう。はい、できました。1年生、2年生、3年生、4年生それぞれのね、教室を設定し終わりました。あとは廊下だね、これも作っておきました。それじゃあこれをまたね、作業員の人たちに立ててもらいましょう。さあ頑張ってくれ。たった5人でこんなの、生徒が入学してくるまでに建てられるのか、非常に微妙なところなんだけどさあ建てろー。あー、これじゃ全然終わらないですね。ちょっとしょうがないんで、少しちょっと作業員の人数を増やしてみましょう。まあさすがに5人でこの規模はできないよね。少しだけ人数を増やしていきましょう。少しだけね。はい、できました。というわけでですね、作業員の人数100人まで増員してみました。この学校税金の運営なんで、お金、無限なんです。なので湯水のようにお金を使って作業員雇ってみました。さあ、行けーって立てろー早い。すごい。群がるように。ちなみにこれね、雇ったら簡単にはクビにできないんで、全員分の給料をね、今後払い続けることになります。どうせ僕が払うわけじゃないんでね。はい、あっという間に教室完了しました。めちゃくちゃ早かったな。ちょっと雇いすぎたな。で、終わった作業員たちはね、手持ち無沙汰になって、休憩室とかないんでね、配達エリアで棒立ちです。仕事はまだかみたいな感じでもうどんどん赤字垂れ流し状態だね。それじゃあね、1年生、2年生、3年生、4年生、早速入学してもらいましょう。はい、学園を始める。ピッ。さあ、というわけで、授業が、あ、違う。まだ教師雇ってなかった。教師先に雇おう。なんか教師にさ、ソクラテスとかいるんだけど、すごい。なんかめちゃくちゃ社会的なものを教えてくれそうって思ったら、体育教師なんだけど、ソクラテス。なんでソクラテス体育教師なんだよ。体育カンストしてるしね、しかも。まあ、雇いましょう。体育教師ソクラテス。まあ、ちなみにね、まだね、この学校体育館とかないんで、体育は座学です。体育座学の意味がわからないんだけど。はい、教師の雇用が完了しました。さあ、頼むぞ、授業。なんかすごい個性的な格好してるな、みんな。シルクハットかぶってたり。ちなみに全員ね、教える科目の能力マックスなんで、最高の教師陣です。もう、代々木ゼミナールぐらい最強です。よくわかんないけど。ヨゼミが最強なのかわかんないけど。ちょっとね、この間、作業員たちがちょっと暇してるんで、学校のフェンスとか立てておこうかな。さあ、フェンス立てろー。このゲームどうやら、学校の治安が悪いとね、ギャングが学内に入ってくるらしいんだよね。
チンピラとかじゃなくてギャングだよマフィアが入り込んでくるらしいんで、ちゃんとこうやってね校門とか立てて、簡単に入り込めないようにしておきましょう。まあこれでどれだけの意味があるかちょっとわからないんだけどね。というわけで一瞬で建設が完了しました税金もったいなさすぎだろ一日の大半が休んでるっていうことでさあそろそろ生徒が登校してくる頃じゃないかな。まだ来ないね。ちょっと早送りしてみましょう。はい、生徒たちが登校してきました。さあ今日から君たちがうちの学校の最初の生徒だ。なんかすでにちょっと顔真っ赤な生徒いるけど大丈夫これ？興奮しているって書いてあるまあ学校初日だからね、それ興奮するよな。あ、いいね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 。生徒たちが登校してきました。廊下通ってくれよ、頼むから。ん？ちょっと待て、いじめが発生しています。ちょっといきなり登校初日のホームルーム前にもういじめが発生したんだが、気が早すぎないか？ちょっととんでもねえアグレッシブないじめっ子だなおいあ、授業始まったみたいだね。ちょっと、いじめとかが起こると教室の雰囲気悪くなってしまうので、それ用のスタッフも雇っておこうかな。このゲームはね、監視員っていう、まあ、いわゆる、見回りのスタッフだね、雇うことができて、監視員がね、いじめっ子とかを見つけたら捕まえて、校長室に連れてきて、校長先生のね、説教でいじめっ子が改心するかもしれないっていう設計になってるんですよ。なので、2人ほどね、この監視員を雇ってみました。お、来たね、早速来たね。さっきのいじめっ子かな？はい、早速校長室に来て説教を受けてます。ちょっと待って、入学初日の1時間目からなんでいきなり説教を受けてんだよひどすぎだろ。ちょっとよし、じゃあ1時間目をやってる間に次のものの建設を始めようかな。このままだとね、完全に作業員雇ってるのが無駄金になってしまうんでね。で、何を建てるかというと、このままだとね、お昼休みにご飯食べることができないので、何か物を食べられるところを設置しようと思います。ただ、今からキッチンと食堂用意するのはちょっと時間的に難しいので、まずはなんか食べ物が買える自販機コーナーみたいのを設置していこうかな。自販機、これだね。これを、たくさん置いていきます。いくつ置けばいいかな？生徒が全部で60人なので、どうせ税金なんで、生徒の人数分60台の自販機を用意してみました一人1台です。絶対いらないけど、あとはここに、テーブルと椅子を設置していこうかな。これ保護者が見たら怒るぞこんなところで我々の血税が。さあどんどん立てろ、100人がかりだ本当に壮観だな、この人数で建設するのものすごいことになってる。はい、一瞬で共用コーナー完成しましたすごいあ、授業内先生たちが共用エリアで休んでるね。今まで休むところなかったから、授業中の教室の椅子で休んでたんだよね。まだ今も休んでるみたいだけどソクラテスが体育の座学をやってるんだよね今。その教室で、マリア先生が休んでる休むとこないから職員室がないからな。これはちょっとひどいな。あとで職員室も用意してあげないといけないな。お、生徒たち共用エリアで休んでるみたいだね。いいぞ。いじめが発生しています。こらいじめをやめんかい。ちょっと非効率がやっぱり高いみたいだね。あ、見つけた見つけた見つけた、捕まえた捕まえたぞ。校長先生に叱ってもらおう。いいぞ。職員室も、できたみたいだね。先生たちが休んでます。今度は喫煙者を見つけた。あー、茂みでタバコ吸ってるやついる。まあでも結構いい感じに学園できてきたね。回り始めたぞ。あれ、なんか授業中なのに生徒たちが教室から飛び出してきたぞ。これ何やってんだこれ。ん、小便中。あ、こいつらおしっこしてる、ひょっとして。あー、おしっこしてる。ゴミも投げ捨ててる。ちょっと待って、あ、これあれだよ、トイレがないから、トイレがないからタッチションしてるんだよこれひどすぎる。ほら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 、用を足しに移動中女の子なのにタッチションしてる
離れたところで、あ、こいつもこいつも立ちションしてる。こら、お前らその辺でおしっこするんじゃない。ちょっと待って、トイレを立ててやろう。トイレいるだろ、絶対。豪華なトイレを立ててやろう、豪華な。はい、トイレの設置が完了しました。さあ、立てろー!100 人がかりで立てまくれー。ちなみにですね、このトイレ、なんと、個室が100以上用意してあります。生徒一人に一つ以上の個室だね。個室って、個室の意味が異なってくるな、だいぶな。そういう意味の個室じゃない。あ、作業員の人たちがそのままトイレ使ってるみたいだね。さあ、トイレ使えるぞ。あ、生徒たちものすごいうんこしてる。いいぞ、いいぞ、いいぞ。はい、トイレ完成しました。ちなみに男女、共用となっております。手洗い所もめちゃくちゃたくさんあります。作業員たちめっちゃ洗ってる。はい。いいね。これでもう、タッチションしなくても済むことでしょう。いいぞ。あ、ちょうど今お昼休みに入って、生徒たちが自販機でご飯買ってるね。ハンバーガー買ってるみたいだね。ほら、食事中、椅子に座ってハンバーガーみたいの食べてるね。いいね。共用エリアもうまく稼働してるみたいだね。いいぞ。にしてもこのトイレ汚ね。ちょっと漏らしてるぞ。ひどいな。大丈夫なのかこれ。100人いる作業員の人たちもね、共用コーナーで、ご飯食べてるようです。まあ、生徒の数よりね、スタッフの数の方が多いから、どちらかといえば学校っていうよりもなんか建築会社みたいな、そっちに近い感じがするけどね。はい、というわけでね、1日目の授業が終わって生徒たちが帰っていきました。とりあえず初日は何事もなく、終わったようだね。はい、というわけでね、トイレできたんですが、あまりにもね、トイレ汚すぎるんだよね、これ。生徒たちのトイレの使い方が多分悪いんだと思うんだけど、ちょっとね、これが、教室より広い面積で学内にあるのがちょっと嫌なので、もうトイレはなくしちゃおう。もうその辺で、タッチションしてもらおう。これはもういらないということで、削除してしまおうと思います、トイレは。まあ、トイレなくても大丈夫だろう。きっと。まあ、今までもな、タッチションしてたわけだからな。ちょっとあまりにもこの汚さ、耐えられない。さあ、解体だ。昨日作ったもんなんで解体させられてんのかわかんないだろうな。作業員の人たちも。はい、一斉に解体が進んでおります。いいぞ。生徒が愛の告白をしていますとか言ってる。こいつらイチャイチャしやがって、トイレも綺麗に使えねえのに、ふざけんなよ。あ、こっちでも告白してる。こいつら、あ、イチャイチャしてる。この二人も赤面しているとか出てるし、くっそー、トイレなくしてやるからな、お前ら。イチャイチャしてももうお前らにトイレはねえんだ。よし、はい、トイレなくなりました。いいぞ。びっくりするだろうな、生徒たちな。学校登校してきたらトイレがなくなってるんだ、これ。あれ、昨日までトイレあったよな。昨日できたばかりのトイレが。共用スペースもさ、汚すぎるんだよね。ゴミがものすごい溜まってて、これはちょっと問題だぞ。あ、っていうかこれあれじゃん、学校内が汚いのはあれだ、用務員さん、清掃員さん雇ってないからじゃん。ゴミ箱もないし。しまった、忘れてた。ちょっと、ゴミ箱とかを用意しましょう。適当なスペースがないので、どこがいいかな。教室の奥がいいかな。教室の奥と。よし、じゃあ、用務員さん早速雇いましょう。あ、これだね、用務員さん。はい。掃除してる？どこかに向かってるな。どこかに向かってる。あー、タチションした後を掃除してくれてるんだ。一人じゃ絶対足りないんで。6人雇ってみました。これぐらいいれば足りるだろう。必死に旧トイレ跡の掃除を始めてる。そこからじゃなくてさ、教室の掃除してくれよ。いいぞ、いいぞ。まあ、そんなことはつゆ知らずね、授業も進んでおります。あ、教室の掃除もしてくれてるね。いいね、いいね。そうだよ。だから学校が汚かったんだよ、これ。あー、タバコ吸ってるやつおる。捕まえろ。非行生徒が多いな、これ。あ、あと、せっかく掃除してるのに、その辺でおしっこしてる、こいつら。ひどいな、ちょっとこれ。タバコ吸ってるし、木陰があるとタバコ吸うし、茂みがあると、こうやって、おしっこして、どんどん汚れちゃうね。
せっかく用務員さんが掃除してくれてるのに。はい。というわけでね、ちょっと僕、検証してきました。なんで立ちションが起こるのか。これだね。どうやらですね、この茂みがあると、トイレがない場合にですね、そこで生徒たちはこうやっておしっこをしてしまうようです。非常にね、学校が汚くなって迷惑なので、このね、茂みを、学内から一掃しようと思います。茂みがなければ茂みで立ちションもできないだろうっていうことだね。なので、これを全部解体していきます。立ちションはさせない。家でトイレをしてこいっていうことだね、だからね。どうせ作業員余ってるんで、この茂みの解体を命じます。給料無駄に取られてるからな。どんどん解体だ。建物の建築じゃなくて茂みの解体させられてるんだからわけわかんないとは思うが。はい。作業員たちが一斉に茂みの解体を行っています。やらされる理由がタッチションできないようにだからな。ほら、もうめちゃくちゃ汚れてるもん、おしっこで。学校の周りものすごいおしっこの匂いだよ、これ。臭すぎるだろう。全部削除だ。おしっこはさせない。おしっこしてる。おしっこしてる横で茂みを取っていく作業員たち。ひどいな。ちょっとひどすぎるな。はい、次々と茂みがなくなっていきます。茂みを許すな。文明人らしく振る舞ってほしいよな。その辺で立ちションなんて困るんだよ。主に用務員さんがな。それで茂みを解体するだけだと生徒たちがおしっこする場所がなくなってしまうんで、ちょっとまずこの共用エリアに手を入れましょう。はい、共用エリアのね、中央にあった、机をどかしました。で、ここに、これだね、茂み。ここにね、茂みを設置しました。はい。あ、やってるやってる、早速。いいぞ。これで共用エリアの掃除と一緒に、おしっこの掃除もできるんで、この共用エリアの真ん中でおしっこをしてもらうシステムにしました。ひどすぎだろこれ。ここにしか茂みがないから周り人だらけなのにこんなとこでおしっこするんか。いいね。茂み取り去り法案、うまくいきました。あなたの学校からライバル校へ転校しましたとか言われてる。何が不満なんだよ。トイレへ行きたいって書いてある。もう出そう。トイレへ行きたい。汚い。まあそりゃそうだよな。そりゃわかるわ。よくわかるわ、その気持ちは。トイレがないぐらいで天候だとふざけんなよ。ほら、おしっこしてるじゃねえかこいつも。さすがに共用エリアの真ん中はまずかったが、ちょっとかわいそうだからやめてやるかこれは。はい、できました。専用のですね、おしっこエリアを用意してあげました。ここでならまあそんなに不満なく、トイレできるでしょう。やってるやってる。いいぞ。ここでまとめてね、おしっこしてもらえば、用務員さんもこうやってね、掃除しやすいからね。たださ、こんなことするんだったらもうさ、トイレ作ればいいっていう話ではあるんだけど。やってることの意味がちょっとわかんないな、もうな。あのトイレが汚かったのは用務員さんがいなかったからだからね。今思えばね、もう遅いけどな。もう税金の無駄遣いも甚だしい。男女問わず男女平等だからな。男も女もここでおしっこしてもらうぜ。はい、というわけでね、僕あることに気づいてしまいました。どうやらこの生徒たち、茂みがあるところだったらどこでもトイレするんですよ、立ちション。じゃあこの校長室の中にこの茂みを置いたら校長室で立ちションするんじゃないか疑惑ちょっとあるんで、ちょっとやってみましょう。わかんないけどね、してくれるか。これでしたらとんでもねえことだよ。はい、校長室に茂みを用意してみました。果たして生徒たちはここでおしっこするんでしょうか。僕が調べた仕様の通りならここでおしっこするはずなんですよ。さすがに無理か？さすがに、校長室で立ちションとか、とんでもねえからな。ああ、来ないな、生徒。さすがに無理か。お、誰か来たぞ。ああ、おしっこしてる。校長室でおしっこしてる。こいつら。いいぞ。怒られに来たのかと思ったら校長先生どんな気分なんだろう。書類事務中って書いてあるけど。
とんでもねえぞこれ。よし、以後この学校では、校長室でトイレするようにしよう。また来たぞ、また来たぞ。校長室で、おしっこ。ひどい。順調に稼働してるのが面白いような、何の問題もなく。先生見てるし、校長先生。不満な生徒がいますとか出てる。何が不満なんだよ。ちょっと見てみるか、何が不満なのか。不満、食事を取れなかった15名。まあ、自販機しかないからね。茂みに隠れて台をするのは嫌だ。もっともだよ。あ、もう3人も中退してる。60人入学してきたうちの。理由は代弁できる場所が少なすぎる。うるせえ。お前らが綺麗にトイレ使わないからだろうが。もういいんだよ。うちの学校にそういうやつはいらない。トイレでおしっこしたいやつは退学しろ。そんなやつはうちの学校にいらねえ。うちの学校はタッチションシステムなんだよ。そんなハイカラなものはないんです、うちの学校にトイレなんてね。はい、というわけで今回はここまでです。最高の学園づくりを目指して始まったアカデミアスクールシミュレーター、次回以降どのようになっていくんでしょうか、お楽しみに。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。